浮気だって？いやいや面白いことを言うもんだ。これまでもこれからも俺には君だけさ。その気持ちに誓って嘘はないぜ。けど君がどうしても俺なんかに付き合ってられないっていうなら仕方ない。あ、そうだ、もしよかったら紋章持ちの男とか紹介しようか？そんな言い方。いやいや、これは純粋にただただ君を思って言ってるんだ。俺、泣き顔を見るのは趣味じゃなくてな、君には早く笑顔になってほしいのさ。だから、なあ先生、こんなところを覗いて楽しいんです？なんか物言いたげな顔してるけど、一応聞いておきましょうか。いやー、そこまで言わなくても、俺とあの子の問題なんだからさ。大体振った振られたなんてよくある話じゃないですか。あの子も他に女がいたからってあそこまで怒ることないだろうに。はあ、可愛い女の子の辛そうな顔を見るのはこたえるな。いやいや本当に辛い。これでもかなり落ち込んでるんです。さて先生、こんな恋の痛みを癒すには新しい恋が一番なんて言いますよね。これからちょっと付き合ってくださいよ。一緒に女の子を口説きに行きましょう。あ、冗談冗談ですって。まったく釣れない人だなあ、あんた。ああ、なんだ先生か。すみません、全然気づかなかった。最近よく会いますね。あ、もしかして俺に気がある？すいません、俺の腕の中は女の子専用で、野郎に貸すのは勘弁願いたいんですが。で、何の用です？あの子はその辺で引っ掛けたんですよ。ちょっと楽しく遊んで別れようぜって。そしたらあの子意外と俺に入れ込んでたみたいで、いやー困った。何言ってるんです先生、このくらいの遊びが一番気楽でいい。ま、先生がどう思おうと態度を改めるつもりはないんですけどね。ほら俺、こんなろくでなしでも一応紋章持ちの貴族なわけですし、重たい遊びはしないようにしてるんです。厄介事を呼び込んでくるだけですから。いずれは黙ってたって適当な相手と結婚させられて落ち着く予定ですしね。そういえば先生は自分が紋章を持ってるって知らなかったんですよね。なるほど。まあ傭兵だったわけだし、わざわざ調べるってこともないか。貴族の家に生まれた子供は大抵紋章を宿しているかすぐに調べられますね。俺たち実血の末裔ってのは基本的には紋章を持ってないと家を継げないんですよ。どうしても紋章持ちが生まれなければその代ばかりは諦めますけど、基本的には紋章持ちが生まれるまで当主は子供を産ませ続ける。で、そうして生まれた紋章持ちが次の当主になって同じことを繰り返す。わかります？平民の女の子たちにとって俺みたいなのは格好の獲物なんですよ。そ、ご明察。紋章を持った子供を産めればそいつが次の当主になれるかもしれませんからね。昔から紋章持ちってのは人から妬まれると同時に求められるもんです。俺は俺の血の価値を
俺なりに理解してる。嫌になるほどに。自由な生き方なんてとっくに諦めた。妬まれるのにも求められるのにも慣れた。俺たちには自由に生きる権利なんてない。そう思ってました。そうですね、傭兵として紋章を持ちながら紋章と無縁に生きてきたあんたを見てると妬ましくて憎らしくて殺してやりたいとさえ思いますけどね。なんて、そういう影のある男とか女の子に受けると思いませんか、先生。わざわざ見舞いに来てくれるなんて優しいんですね。いや、大した怪我じゃないですよ。明日には戦線にも復帰できるって言われましたしね。それにほら、あんたのために受けた傷だし、勲章みたいなもんでしょ。あの時は本気でああ言ったつもりでしたけど、本当にあんたが殺されちまうと思ったら体が勝手に動いたっていうかさ。だけど正直な話、あんたが羨ましいって気持ちは今でも変わってませんよ。あんたを見てると憧れずにはいられないんです。俺は家を出奔する度胸があればあんたみたいな紋章と無縁の生き方もできたのかなって。そうさ、逃げ出そうと思えば逃げ出せたんですよ。ゴーティエの家からも、紋章を持つ貴族の運命ってやつからも。うちの実家は王国の最北にある山のすぐ向こうは異民族の住む土地でして、昔はファーガスの従属下にありましたけど、王国が倒れた今、いつ戦いになるか。何しろもう何百年も争ってきたわけで、その間うちの家はずっと防衛の要だった。いや、うちの兵士や将がっていうよりもゴーティエ家の遺産、破裂の槍がね。あの時は割と危なかったんですよ。一歩間違えれば教団に槍を没収されていた。父上は槍を教団に取り上げられるのを恐れて、修道院にいる俺に槍を渡し、万一のことがあったら俺を領地に呼び戻すつもりだったんでしょうね。ま、そんな事情もあるからか、うちの家は特別紋章を大事にするんです。紋章を持ってる俺は両親からそれはそれは大事に育てられてきたけど、紋章を持たない兄上だとかは、俺が生まれたのを契機に一気に冷遇された。兄上には井戸に突き落とされたことも、真冬の山に置いていかれたこともあります。ガキなりに理解してたんですよ。俺は兄上から全てを奪っちまったって。紋章が欲しくても手に入らなかった奴の前で辛いだなんて言えるかよって話です。だから女たちの粘つく視線も、俺を寝踏みする霊嬢たちの視線も、笑って受け入れなきゃならなかった。俺には紋章がありましたからね。憎いのかもしれませんね、俺の血を道具のように利用しようとする女たちがさ。けれど俺自身、本当のところよくわからないってのが本音です。とにかくあんたを恨むのは筋違いだった。本当にすみませんでした。それから
ありがとう、先生。あんたと出会ってなかったら、俺は一生他の生き方ってのを知らないままだった。今は本当に心の底から先生に会えてよかったと思ってますよ。